サンプルが、これ XL 今着てるんですけど、黒の XL で、いや待って、先にちょっとこれについてるマスクね、マスクこれグリーンなんですけども、これちょっと私が今あのサイズ調整してサンプルね綺麗に上げなきゃなんですけど、いい感じでできましたよ。これちょっと待ってな、ちょっと大きいんですけども、これちょっと紐を自分でどこにでも結べるようにこういう2本にしておりまして、黒にはねセットグリーンにしてるんですけども、まあこういう形で私は耳の下とか、まあ、こっち耳の下に結んでるからこっち上にしてみようかな、こういう形でね。ちょっと待って、全身も着丈とか見たいよね、みんな。こんな感じでこれ XL で、ちょっとなんかショートパンツ履いた時とかにちょっとワンピース的に着てもいいな女の子は、オーバーサイズに着れるようにちょっと大きめで作りました。これが黒です。なんか男の人もさ、ちょっと着やすいんじゃないかなと思って。どうですかね。でちょっとマスクも私ちょっとこの紐がさ、いろいろとやり方があるから、ちょっとみんなにもアレンジしてみようかなと思ってるんだけど、どうしようかな。こっちをさ、例えばこの上で結んでみます。ここでね結んでみて、こっちをじゃあこうやってちょっとカチューシャっぽくしてみるとか、どうだろう。なんかこういうこととかさ、お、いいじゃん。こんな感じで使ってみたり、あとどこで結べたりするかな。例えばこう首で結んでみちゃったりとか。これ紐調整できるから、みんなちょっと自分のサイズ感だって、あ、ちょっとこれ衛生的に良くないのかな。まあでもちょっとチョーカーチックにしてみたりとか、こんな感じでいろいろ。男性はどうなんだろうね、なんかいろいろと後ろでまあザック結んでもらったりとかして、耳にリボンが気になるんだったらここら辺で結んでもらうとか、まあちょっといろいろやってみてください皆さん。ね、黒 T にまあ今セットで、ちょっと待って、結んじゃったから取れない、ベージュ、あ、ちょっと黒にはこのグリーンをつけてるんですけど、もう一個ね、白 T にベージュっていうバージョンもあって、まあ、黒にベージュでも可愛いので、2色買ってくださった方とかはこうやってコーディネート組み合わせてやってみたりしてください。ちょっとどうだろう、どんな感じかな。こんな感じで、これ XL です。ちょっとまだね、これサイズ調整とか紐の感じとかこれから私も修正あげるけど、いい感じでできたんじゃないかな。ちょっと待って、ここで結んでみたりして、ここで蝶々結びでも可愛いね。これ T シャツはですね、オーガニックコットン使ってます。ちょっと待ってね、間違った情報言えないから見ながら言わなきゃな。ちょっと待って、これはちょっとやっぱりなんか製造過程もサステナブルだったり、ちょっと SDGs の取り組みに対しても私は興味を持ってるので、そのいい、なんだろう、地球に優しかったり、その働いてる方たちの何か不自由のもと、この製品が私たちの手元に届いたりするのは嫌なので、そういうことを相談しながら決めたんですけど、ちょっと待ってね、どこに書いたっけな。そう、ね、100% オーガニックコットン使ってます。 T シャツはオーガニックコットンで、こっちは綿100なんで、まあ、手洗いしてもらった方がいいかな。こんな形で、これちょっと白着てみる。ちょっと待って、暑いね。ちょっと待って、
ってね、白着てみよう。これ白も可愛いんだよね、ベージュも可愛かったし。はいはい、白はこんな感じです。もともとは白 T にベージュマスクなんで、これもすごい今いろいろと集計取ってるけど、白 T 人気ですね。これはね、白は私今 M サイズ着てます。みんなちょっとサイズの参考にしてもらえばあれだけど、私身長が156センチ、 6.8センチ、ちょっと157って言えばよかった、 156.8センチ の私が着た M サイズはこんな感じで、さっきの XL ね、ちょっと待ってね。はい、かわいい、この紐がなんかいい感じね、やっぱ。はい、これがね M サイズ、着丈こんな感じだよ。はい、バッグはこんな感じです。どうだろう、これが M サイズ。これ椅子で見えない？大丈夫？こんな感じです。なんかやっぱりほら、サージカルマスクだったりとかね、医療用の N95 だったり KN とかいろいろあるんだけど、そういう防護マスクはね、現場で働いてる皆さんになるべく1枚でも多く届いてほしいから、私たちはね、布マスクで対応できたらなと思って、今回マスクのセットも販売しました。なんかこれもね、そのいろんな使い方あるから皆さんやってみてください。カチューシャチックにやってみるとか、首に巻いてみるとか、いろいろできると思うのでやってみてくださいね。どうだ、いいんじゃない。でこれ今いつまでだったっけ、24日まで注文受付をするので、そこから発注をかけて多分 2,3 週間で出来上がってくるんじゃないか、今ちょっとこの後連絡しようと思ってますけども、そこから随時皆さんに発送しようと思ってますので、6月の中旬以降かな、みんなに届くのは。だからちょっとお待ちください、ちょっとだけね、ごめんね、サイズ今ちょっとあれだから、通常サイズが19センチって言ったかな、そこに合わせて今作ってるんですけど、ちょっとサイズ調整しようと思ってます。皆さんぜひ使ってみてください。ちょっと暑いね、今日宮崎はね、さっきまですごい雨降って雷鳴って、でちょっとさっき私は宮崎のラジオに電話でお邪魔したんですけども、今も上がって暑いね。皆さんありがとうございます。ちょっとね、私のお知らせ事がすごくいっぱいだったんですけど、何かあるかな、みんな聞きたいこととかあったらどうぞ。迷うよね、色ね。なんかベージュもね、すごい可愛くって、すごい人気です、ベージュも。でただ今あるんだけど、ちょっとサンプルであったサイズが S サイズ、すごいちっちゃいサイズしかなくって、そのサイズは作ってないから、着るとちょっとね、コンフューズしちゃうかな、みんながと思って今着てないんですけどね。なんかまあいろいろみんな楽しんでやってみてください。こうやってね、白にグリーンも合うし、あ、これも可愛いね。今届いたばっかりだから私もちょっといろいろやろうと思ってるけど、こんな感じです。ベージュも着てみる？ベージュも着てみる？ちょっと待って、サイズ違うけど、ちょっと待ってね。ベージュ、あーかわいい、これもいいね。でも私ちょっとあれだな、自分は黒でちょっと XL とかでオーバーに着て短いパンツ履いてドクターマーティン履くみたいな感じで合わせてみたいなと思ってますけど、ベージュにはこっちだっけ、ついてるの、こっちのグリーンがついてて、こっちも可愛いよね、ベージュとベージュも可愛いけど、ごめんね、組み合わせは1個しかないからちょっとあれなんだけど、こんな感じで作りました。いやーめっちゃ可愛い、
よかった。ちょっとね、あの修正がまだできてない状態でのサンプル上げだったからちょっとあれだったんですけど、やっぱプロの方たちの手が入ったのですごい素敵に出来上がりました。はい、皆さんどんな感じでしょうか。そう、ここにね書いてるのはノーウォーリーズ、もう大丈夫だよ、心配しない、大丈夫っていう言葉と、あと後ろにもねちゃんとここに見える、はい、We are all on the same page、私たちはみんな同じページの上にいるよ、みんな同じ境遇の中にいるよ、 Sink the day、 今日この日この時のことを考えよう、みんなでっていうメッセージを込めて、あのこの文字を選びました。はい、そんな感じで出来上がった T シャツですけども、はい、そう、私が作ったんです、ごめんなさい、なんかね私がまあいろんな方の力借りて出来上がりましたけども、まあ、発案とか、まあ、生地の選択だったり色だったりとか最終的なデザインだったりとかは、まあ、自分で選んでやっておりますので、あの皆さんもぜひ来てもらえたら、そうじゃない方も手に取ってもらえたら嬉しいと思い、ちょっとね、あの私フェミニンな印象があるかもしれないですけど、ちょっとあのシンプルに、あの男性でも来てもらえるようにフォントもなんかこういう形にさせてもらったりとかしました。ちょっとね価格高いかなって、私もチャリティーだからね、もうちょっと価格下げられないかなとも思ったんですけど、やっぱり今本当に現場で必要な物資、防護服とかもやっぱ高いんですよ。1枚1600円とかねするし、マスクも300円以上しちゃうし、やっぱりね一つでも多く届けてあげたいから、ごめんなさいちょっとこの価格設定にさせてもらったんですけど、でもねちょっと私このまあ土日だったりとかで一度集計してみて、まあ追加発注したりとか、今後も T シャツどうしようだったり、まあもうと多分これで一回締めると思うんですけど、私自身の動きとしてもやっぱり個人的にプロデュース業やってたりとか商品開発だったりとかもしてるので、今後もそういうものの何だろう売り上げだったりとか一部はもちろん支援につなげたいと思ってますし、もう少し価格帯も下げられて、バッファーを持っていろん